セモリナセモリナ粒の近接写真セモリナとは、穀物の製粉で得られる粗い穀粉を指す。引き割り小麦とも。現在では主にデュラム小麦を粗引きして襖を除去した、下流状のミドリング粉を刺し、パスタ、シリアル、プディング、クスクスを作るのに用いられる。セモリナという用語は、古代ラテン語で穀粉を意味する、シモラに由来するイタリア語、セマラの指正寺に由来する。 ラテン語のシモラはギリシア語で引き割り子を意味するシグマイプシロンミューデルタアルファラムダイオタからの借用語である。シモラ、セミダリーズ、英語のグロとグレーンはすべてサンスクリット語で小麦を意味する二つの単語サミタ及びゴッドヒューマに起源がある。セモリガはまた引き割りを意味するセムゴ派の語根 SMD からの借用語ともされる。現代の小麦の製粉は 溝付きの鉄製ローラーを用いる。ローラーは小麦の黒粒よりもわずかに狭い幅に調整される。小麦が製粉機に入れられるとローラーはと肺がを剥ぎ取るが、澱粉はこの過程で洗いかけらに壊される。ふるいによってこれらの排乳粒子はと分離される。これがセモリナである。セモリナは次にすりつぶされ小麦粉となる。これは 胚芽からの胚乳の分離過程を非常に単純化したと同時に胚乳の内側は外側よりも小さな欠片となる傾向にあるため胚乳を異なるグレードに分離することが可能となったこれによって異なるグレードの小麦粉が生産されているデュラム小麦から作られるセモリナの色は黄色であるこれはクスクスといった乾燥製品の原料となるクスクスは セモリナ粉と細かくひいた小麦粉をおよそ2対1で混ぜ合わせて作られる。小麦粉がより柔らかい種類の小麦から作られるとき、粉の色は白である。この場合、この粉はセモリナとは呼ばれない。アメリカ合衆国ではより柔らかい種類の小麦から作られる粗キ粉はファリナ、あるいは商品名のクリームオブホイートとしても知られている。ドイツ、オーストリア、 ハンガリー、ブルガリア、セルビア、ルーマニアでは、グリースグリースとしても知られており、卵と混ぜて、グリースクネーデルを作るのに使われる。また、水あるいは牛乳と混ぜチョコレートで甘み付けし、朝食料理の、グリースコッホグリーススコックを作るためにも使われる。粒子は、かなり粗く、直径は0.25から0.75ミ、mm、リメートルで、ある。煮ると、 柔らかく煮崩れた上々のポリッジとなる。この粉は北西ヨーロッパ及び北アメリカではミルクで茹で甘み付けしたセモリナプディングと呼ばれるデザートとして人気がある。この料理はしばしばバニラで香り付けされジャムと共に食べられる。スウェーデン、エストニア、フィンランド、リトアニア、ラトビア、ポーランド、ロシアでは朝食のポリッジとして食べられておりレーズンを入れたり ミルクと一緒に出されたりする。スウェーデン語では、マネグリンスグロートとして知られており、ブルーベリーと一緒に煮た、BLBRSGR、トンとしても食べられる。スウェーデン、エストニア、フィンランドでは、ベリーの果汁と一緒に煮た後ふわふわになるまで泡立て、大抵夏に食べるデザートであるクラップグラット、ビスピプーロ、マンバートを作る。中東では、ハリサ、バズボーザ、 何モラと呼ばれるデザートを作るのに使われる。より大まかに言えば、小麦以外の穀物から作られた国粉も、ライスセモリナ、コーンセモリナのように、セモリナと呼ばれることがある。南インドでは、ラバドーサおよびウプマのような良い,い香りのする食事やカサリ、あるいはシラのようなプディングを作るのに、セモリナが使われる。魚をフライパンで油で焼く前に、切り身に衣をつけるのに、 セモリナが用いられることがある。北、インドでは、スジホロはといった菓子を作るのに使われる。ギリシア、キプロス、トルコ、イラン、パキスタン、アラブ諸国で人気のある粉を、砂糖、バター、ミルク、松の実と共に焼いたデザートを作るのに、セモリナが用いられることがある。バスブンサは主にセモリナで作られる。セモリナは、ナブラシーコンレファの主な原料である。 一部の文化では、これは、葬儀や特別な祝い事あるいは、宗教的な捧げ物として出される。北アフリカの大半では、デュラムセモリナは、主食のクスクスとなる。コーンミールの代わりに、パンの表面がくっつくのを防ぐために粉をまぶすのにも、セモリナは使われる。パン焼きでは、普通の小麦粉に、少量のセモリナが加えると味の良いパンの皮となる。 ありがとうございます。